緊張する。早く面接したい。失礼します。やばじゃん。おはようございます。シュンデレリーメンバーの稲山です。本日僕最終面接がありまして動画を回しております。でも今の心境としては正直受かる気しかしないというところで余裕かなという感じなんですけれども、というのがですね、前日全然眠れなくて今目やりが半端ないんですけど、最終面接を控えてる方だったりとかこれから望むっていう皆さんがこの動画さえ見れば最終面接の1日を疑似体験できるような動画にしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。ということで、まず朝なので髪を整えてスーツを着ていきたいと思います。対面の面接がある日はだいたい前髪を上げておでこを出しておけばどうにかなると思っているので、そんな感じでやっていきます。はい、髪を整えるのと着替えが終わりました。対面の面接の日はめちゃくちゃ長い黒の靴下とハンカチとティッシュ持って会場に向かいます。朝の支度はこんな感じです。午後に最終面接があるのでそれまではオフィスに行って志望動機のチェックとかをやっていこうと思います。じゃあ行ってきます。はい、今から内定者の方にお話をオンラインで聞いていこうと思います。最終面接当日に入れてる意味としては、直線に聞いて志望度をガンガンに上げていきたいっていうところで、やる気を上げるためみたいなイメージでお時間いただいていますっていうところでやっていきます。はい、今内定者の方との話が終わりました。めっちゃ志望度上がりました。ここからは100質問を作っていきたいなと思います。僕今まで最終面接2回落ちてまして、両方とも100質問の質と量がゴミみたいな感じだったので、今日はマジで受かりたいんでしっかり100質問の量と質を担保できるように頑張っていきたいなと思います。100質問作るのめっちゃ難しいなと思ってまして、目的を持って質問するとか、その人に聞く意味がある質問をするとか、あとは仮説を持って質問をするっていうところで、何々どう思いますかって、何々だと思うんですけどどうですかねとか、これ合ってますかとか、これについてどう思いますかみたいな感じの質問ができるようにしようっていうフィードバックをいただいているので、そこをしっかり固められるように今から考えていきたいなと思います。いや、そこ第一志望、するつもりですよ。はい、その場で、緊張する。早く面接したい。いけるよ。早くしたいね。早くしたいですよね、本当に。うわー、ドキドキだね。ドキドキ。最初に面接の1日は自分で撮るっていう。自分でディレクションすんだなと思いながら。やろうか。いやいやいやです。持ってんな。今からダイアリの先輩にお願いして対面の面接の入室の練習します。はい。ノック3回失礼します、開ける、閉めてからよろしくお願いします。こいつの子来て荷物を床に置いて、床に置いて挨拶して動画を出す。はい、はい、どうぞ。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、座る。で、座っていいですよって言われたんですよ。ああ。どうぞおかけください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、OK か。やっぱり。よろしく、緊張してます。若干緊張しております。けど、南さんの人でバカ緊張して、バカをミスってますか？あれ、準備してなかった。こっち準備を待って、バン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 。何？何？なんか社長めっちゃ目力強いらしいんです。あと逆質問めっちゃいい逆質問しないと受からなさそう。考えた？めっちゃ考えました。うん。大丈夫？落ち着きないね。いや落ち着かないですよ。珍しく。やばい。早く30分ぐらいに時間経ってほしい。4時間？いや15時間です。2時に終わります。宮山くんどこ行くんですか今から。今から面接行ってきます。えい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 。あ、緊張する。緊張する。はい、さっきカメラ回ってない時もっとなんか面白かったよね。なんとも言えない。宮山今から最終面接行きます。宮山行きます。宮山行きます。宮山行きます。行け宮山。行きます。やればできる。やればできる。その通り。おいす。お前なら受かる。おいす。おいすおいす。おいすおいす。謙虚に。謙虚に。調子乗んなよ。いやなんだその声かけ。調子乗ります。さよなら。
最終面接の場所のオフィスの最寄り駅に着きました。一周回って緊張しなくなってきてますね。はい、志望動機とか万全だと思ってるので、まあ、早く面接したいなっていう気持ちもありつつ、もうちょっといい志望動機のまとめ方とかできたんじゃないかなっていう部分もあるので、まあ、ちょっといろんな感情が入り混ざってはいるんですけど、とりあえずしっかり面接してしっかり自分の思いを伝えられるようにやっていきたいなと思います。ということで行ってきます。落ちてはないけど受かってました。3日後に分かるみたいな。うわー、あーもうミスった。うん、ミスった。どうミスったの？いやもう意味わかんないコミュニケーションしちゃいました。なんで俺何言ってんだろうと思いながら、で社長の人もなんかこいつも何言ってんだみたいな、こう何回かされて、マジマジで終わったな。えって言われたの？その場で。その場で、いやその場では人事の方から連絡しますって、うん、みたいな。その子だけじゃないんかいみたいな。3日後から、うわマジ、もうめっちゃ怖いね。この3日間何もできない、本当にめっちゃ怖いね。自分はその前以外もいっぱいだよな、いっぱいいるよな。いっぱいいると信じて待ちます。いや今お疲れ、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 頑張ってください。お疲れ、お疲れ、お疲れ。はい、ナイスファイトだよ。ありがとうございます。いやちょっと本当な、朝あんなに正直受かると思いますみたいな余裕かもしれないので、受かると思います。正直受かる気しかしないというところで、イナーダルになってるじゃんこれ。イナーダル本当にまずいまずい。最初だけ調子いい、ガチ調子いい、本当に調子いい、ガチ相手、うん、おかしくなっちゃったじゃん。イナー壊れたじゃん。結果待ちます。そうだね、はい、お疲れ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 様です。お疲れ様です。ギレちょっと電話来たんで書き直してきます。お願いします。はい、失礼します。どこからですか？おめでとう。誰もいないけど。あ、最初面接受かってました。おめでとう、100。イエーイ、おめでとう。やったー、ありがとうございます。なんて言うか、なんて言うか、合格です。イエーイ。じゃあ、いや、感想、感想。いや、最高です。あ、もうマジ、あよかったね。よかったです。マジ落ちたかと思った。落ちたかと思った、私は。よかった。ああ。落ちてよかったね。おめでとう。お願いします。おめでとう。イエーイ。素晴らしい。イエーイ。すいません、失礼しました。失礼しました。え、よかったね。今よかった。よかったよかった。ありがとうございます。知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。